東京スカイツリーの建設現場を取材していて、ふと気づいたことがあります。これだけ巨大なものを作っているのに、思っていたよりも静かだということです。そしてこの街で普段聞き逃していた音に改めて気づきました。どうもありがとうございました。曲がりくねった細い路地が多いこの街は、車が入ることも少なく、実は静かな場所なのです。聞こえてくる音はどれも特別な音ではありませんが、生活の中の音、交わされる言葉、この街で生まれる音には人々の息遣いが感じられます。去年の夏、私たちはある家族と出会いました。この町に家族3代で暮らしている山崎さん一家です。戦後すぐに越してきました。浅草で焼け出されて、人はね、こう世界一人口密度が高かったんですよ。一軒のうちに何十人と住んでたから。今は三味線屋です。山崎さんが京島で三味線の卸問屋を始めて25年になります。ここでもまたこの町の音に出会いました。うちなんかで取引してる人はみんなおばあさん、私より年上の人が多い。まだ25年ぐらいなんですよ、私は。長い時間をかけて培ってきた職人の技が音を作ります。革の微妙な張り具合を確かめる音です。そしておととしの夏、この家に新しい音が加わりました。孫の翔太君です。この町で赤ちゃんが生まれたのはおよそ10年ぶりだということです。翔太君が生まれたちょうどその頃、スカイツリーの建設も始まりました。翔太君が初めて立ち上がった時、ツリーは初めて虹を見ました。翔太君が太鼓を初めて鳴らした時、ツリーもお祭りの音を聞いていました。翔太君とツリーは同じ時間を歩んでいます。